父と娘、二人は平穏に暮らしていた。お父ちゃんな、今日アイク見たよ。誰？指名手配犯、山内照美。警察突き出したら300万やで。アホなこと考えて普通に働きよ。そして父は姿を消した。目つぶったら悪いことばっか浮かぶんよ。すいません、お願いします。原田さとしいますか？原田。しかし現れたのは、待ってから。君のお父さんは懸賞金目当てで近づいた。携帯出てきてんで。やめようや、殺されてまうで。お父ちゃんどこや、殺したんか？それは有料コンテンツだね。世の中に死にたいと思っている人間がいる。お父様は帰ってきません。私はいらない人間。これは殺人じゃありません、人助け。忘れたらあかんね。私のこともお母ちゃんのことも全部。なあお父ちゃん。父を探した先に逃げよ。見つけるものとは。お父ちゃん、あれ私のお父ちゃん。君は一体誰を探してんの？